回はバティストで参加した試合を見ながら反省点や立ち回りを解説します。ラウンド1、目標を確保してください。俺たちの力を見せてやろう。敵が嫌がった。この場面、正面の敵射線を警戒してディーバを救えなかった。どうしてここまで体を出していたのだから救うべきでした。目標がアクティブになりました。リロード中、待ってくれ。私のエイム力どこ行った。そんなものは最初からない。危ないところだった。なので回復弾を打ちながら捨て寄って、イゼネバーストも使います。イモータリティフィールド展開。撃たれてるので射線を振りながらイゼネバースト。少しの修行でも大違い。アルティメットとこで使えばよかった。狭い場所での密集戦はバティストの回復弾がめちゃくちゃ強い。俺の目から逃げる。キャスリの訴状に一撃で吹っ飛ばされた。訴状警戒で一応イモータリティフィールドを展開。回復射線が通ってないので、リジェネバーストしたけど範囲に入ってなかった。さあさあお立ち合い。一瞬にびっくりして動揺。冷静にイモータリティフィールド使って返すべきでした。終わるまで諦めない。ラウンド1勝負。スコア1対0。高台は一旦手すりに任せて、中央の回復支援に。間に合わず。フィールドの中へ。全開だぞ。
叩いてくれよ。目標は俺のものだ。どっち慣れたら困る。イモータリティフィールド展開。クロスファイアされてるので味方塊にモータリティフィールド展開。危ないところだった。中央崩されたので一旦交代して立て直します。この試合中、スクエルディーバの内閣を救えなかったのを過ぎ、反省。さあさあ、お立ち合い。モータリティフィールドから離れるな。豚に引っ張られたけど、リジェネバーストでしのぎます。全開だぞ。これは大失態。こういう時のためにこそイモータリティフィールドがある。セカンドチャンスは生かさないとね。リジェネもないのでイモータリティフィールドでしのぎます。モータリティフィールドに入れ。目標を取りに一緒に来ないか。ティーバがフォーカスされて瀕死。リジェネ、イモータリティフィールド全部使って今度こそ支える。お狐様発動に合わせてバティストのアルティメットも使用します。これでマトリックス星の火力は2倍。元通り。攻守ともに高い能力を持つバティスト、特にモータリティフィールドを要所で使いこなせる冷静な判断力が大切なキャラですね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。